まあ今回このような患者さんですね。えー、70歳代のですね、女性の方ですね。えー、右の変形性股関節症。で、右の人工股関節全治関術をしましたと。d t h ですね。はい。まあ、多くいられるね、患者さんかなと思いますけれども。えー、まあ、血液データですね。手術をした日、まあ、X 日となっておりますけども、まあ、こういった血液データ。 で、翌日から大体ね、リハビリテーションとしては介入に入ってくると思うんですけども、はいえー、そのオペをして3日後、7日後と、まあこういった形で血液データが並んでいますね。はい。はい。川添さんどうですかこれ。<laughs> どっか気になりますか そうですね赤い数値のところとかが結構ちらほら見えるなぁとは思い今回はねそのスポット当てながらね、はい、見ていきますので、えー、まあ基準値から超えているもの赤ね基準値よりも低いもの青という形で示してますけど、まあここを中心に少し話をしていきたいと思います。はいはい はい。まずはですね、手術をした日の、ね、検査値について、まずはね、しっかりと解釈していきたいと思います。はい、えっと、まあ、翌日、手術の翌日からですね、リハビリテーションの介入という形で入っていきますので、手術をしてね、どういった身体状況なのかっていうのは確認する必要がありますね。はい。はい。じゃまずはね、しっかりと高知を示しているものと定値を示しているものっていうものをしっかりとこう整理していきたいと思います。えっ、ー、と、まあ、この患者さんですね、高知を示しているものに、PT、PT、INR、CR、P というものが ありまして、えー、基準値よりも低値を示しているものに、えー、ヘモグロビンやアルブミンといった、まあ、そういったものが出ているというところですね。今回は凝、ま、固、あ、専用形がまあ一つのテーマですけども、まあ、こういった方を見ていくときにはまず、ねえー、手術の影響、ね、もしくはそれに付随する、ね、感染が起きていないかというのは確認しておく必要がありますので最初にこちらを見ていきたいと思います。はい、まあそれに関連するものを、ね、白血球数や ヘモグロビンやアルブミン。まあ、こういったところを少し見ていきたいと思います。はい。はい。まあ、実際にね、手術してね、えー、まあ、炎症が起きているのかどうか、まあ、感染が起きているのかどうかね、介入するときにどんなリスクがあるのか、まあ、こういったところから読み解いていきたいと思います。はい。で、えっ、ー、と、まあ、大事なのがですね、この白血球と、まあ、CRP の動きということになっていきます。はい。はい。で、えっ、ー、と、まあ、 手術をする場合に関してはね、ね身体侵襲がありますけれども、まあ、やっぱりこう人工関節も含めてですけれども、あの手術を終わった後にやっ,ぱっ,やっぱり感染というのが一番怖いかなと思うんですよね。細菌が入ることによって、まあ、人工関節の場合はね、ね、えー、せっかく手術したものを、ね、抜かなきゃいけないとか、まあ、そういった事態にも陥る場合がありますので、はいはい、それが、ね、起きてないかどうかっていうのは、しっかり見ていく必要がありますね。はい 実際にまあこのグラフ、動き方を見てますけど示してますけども、細菌感染をね生じた場合っていうとね、まず最初に白血球がぐっと上がるという形になります。で、その後にえ炎症のマーカーとしての CRP が上がってくるという,こうタイムラグがあるということですね、はい。これはあ…のー 別の動画でも説明していますけれども、でこの2つの動きの中での解釈として、ですねこの白血球とですね CRP、両方とも上がっている場合っていうのは、やはり感染症のリスクが非常に高い状態と、ね、はいはい、可能性が高い状態というふうに解釈をしていきますね。はい、で白血球は上がらずに、CRP だけ上がっていると、炎症のマーカーだけ上がっていると、そういう場合は、ですね組織障害、ですね骨折とかそういったような状態の場合が多いと。はい なので、まあ、感染はしているわけじゃないんだけど、炎症反応が起きているっていうような解釈になっていきますね。はい、はい。で、今回の対象の方は、こういうところに当てはまってくるような形にはなりますね。はい。で、気をつけなきゃいけないのが、白血球だけ上がっていて、CRP がまあそんなに上がっていない状態というところですね。はい、えー、これの場合はですね、感染初期ということで、えー、感染して、 発血球は動いているんだけども、CRP、ね、反応は遅れてね、マーク上がってきますので、こういったタイミングで強い負荷をかけてしまわないようにということになりますね。えー、で、えーまあ、あの感染率というところなんですけれども、はい、ま可能性ですよね。えーまあ、人工股関節の方に関してはですね、初回手術で、まあ、感染を起こしてしまう可能性というのは大体このぐらい。0.2から3.8%。で、まあ、再置換術まで行くとですね、まあ、こう報告によってばらつきはありますけれども、まあ、0.5から17.3というふうに はい、まあ結構高い確率で感染を示す可能性があると言われてますね。ちなみにあの膝 TKA ですね、膝の人工、えー、関節の痴漢の場合はですね大体3%ぐらいと言われてるんですよね、はい、なので股関節の方が高いですね、肩の人工関節は1%ぐらいと言われてますので、はい、やはりまあ股関節の手術はちょっと感染率が高いので気をつけないといけないというところですね。はい、はい で、実際に感染を起こしてしまうとですね、白血球がもう著しく上昇し,上昇しますので、はいえー、まあ1万2000以上とかになったりとかしますので、えー、まあこういうふうに白血球が急上昇しているときはですね、やはり総部の感染等をですね、少し気をつけて見ていく必要があるかなと思いますね。はい、続いて、まああの、炎症が起きているときのアルブミンの動きですね。体に炎症が起きているときっていうのはですね、やはり体がこう、障害を受けていると。 細胞が障害を受けているような状態ですから、はい、それを修復するためにエネルギー消費がすごく増えてしまうと、さ、ま、ら、あ、にはですね、えー、炎症を起こすとですね、えー、炎症性のサイトカインが出ますので、はい、それによってイ、まあ、ンスリン抵抗性がどんどん上がってしまうと、なので、細胞が糖に入らないような状態ですね。さらには、まあ、食事が あのまあ、取りにくくなってしまうと、まあ、体がすごくしんどいという状態になりますのでね、はい、なので、まあ、体炎症時の体の反応としてはやはりタンパク以下ですねタンパクがどんどん壊れていってしまうとエネルギーとして使われていってしまうっていう状況になっているということですね、はい、でさらにはですね、まあ、炎症を起こすと CRP 出ますね、はい、あれ急性の反応のタンパクということで、まあ、肝臓で作られているタンパク質なんですけどもアルブミンも肝臓でまあ合成されるタンパク質ですけれども CRP とかね、急性のタンパク質を作ること優先されますので、はい、まあそういったところも含めてね、アルブミンの合成が少し制限されてしまうと、まあ、こういったような状況で、アルブミンというのはどんどん下がっていってしまうという状況になりますね。はい、で、実際、CRP とアルブミンの、まあ、動きの見方なんですけれども、まあ、CRP、炎症の反応がなくて、アルブミンが高い状態、これがまあいわゆる正常ですね、あはい、一般のまあ正常な状態ということになりますね。はい えー、CRP、炎症がなくてアルブミンがすごく低値を示していると、まあ。そういった場合に関しては、まあ、低栄養、まあ、今、最近はアルブミンだけでは低栄養というのは少し言えないというふうに言われてきてますけれども、<あ>まあ体重減少とか、その他のーマーカーとかね、えー、使いながらあ低栄養のリスクがあるという形で、まあ、評価をしていくという形になりますね。はい、でも、CRP も高いと、炎症の反応も高いし、アルブミンも高い。まあ、こういったときには、まあ、炎症の初期の状態が。 考えられますね、はいはい、炎症が起きて、まあ、CRP が上がっているんですけどもアルブミンがまだ保たれてたものが残されているという形で、まあ、炎症の初期の状態ですね。ここからやっぱり炎症が長引けばアルブミンはどんどん消耗されていくという状態ですね。それがその下ですね。CRP が高くてアルブミンが低い状態と、はいまあ、悪液質っていうことなんですけども、えーとまあ、悪液質っていうのはまあ飢餓の状態で、えー、まあ あ生じているものではなくて炎症が契機になってまあ起きるこうえ代謝異常というふうに言われてますけれども、はい、まあそういった状態を示しているということが言われてますねですのでまあ炎症時のアルブミンのまあ解釈に関してはやはりまあ栄養状態というよりかはまあアルブミンがですねまあ正常化されていくことによってまあ炎症が改善されてるんだよであるとか、はい、まあ栄養がね不足してしまうリスクっていうのがまあ少しまあちゃんと低下してるというか治ってきてるんだよとか。 はい、あとはね、ここに書いてあります、タンパク同化への移行と、アルブミンが正常化されることによって、まあ、タンパク筋肉にしっかりとタンパク質を、ね、吸収して、われわれが処方するような、ね、運動の効果、しっかりと出せるような状態になってきてますよと、まあ、そういったような解釈をしていきましょうというふうに、ますね、はい、また中脳に行って、師匠の内か両肩甲体骨盤の可動性。 理解,が良好ね、理解は良好。